ヘイシャム発電所は、イギリス、ランカシャー、ヘイシャムに存在する原子力発電所。運営は、フランス電力産科のブリティッシュエナジー社が行っている。発電所の運営は2つに分割されており、片方については、ヘイシャム A 発電所やヘイシャム第一発電所などと呼ばれる。両方が、改良型ガス冷却炉であり、それぞれ2基ずつの原子炉を保有する。 2009年1月、EDF エネルギーは、ブリティッシュエナジーを買収し、発電所は EDF の所有となっている。2010年10月18日、英国政府は、弊社部は、次期の原子力発電所に適すると考えられる8カ所の一つであると発表した。弊社部 A 発電所の建設は、イングリッシュエレクトリック。 バブコックインターナショナルテイラーウッドローを背景とする協会である英国原子力設計建設によって行われ1970年に建設が開始され1号機の商用運転は1983年に開始され2号機は1984年に運転が開始されたしかし初期の生産水準は低く完全な商用運転は1989年に 宣言された。運転は2019年まで続けられる予定であり、発電容量は1150ムーである。原子炉は国家原子力会社が供給、タービンはゼネラルエレクトリックカンパニーが製造した。ヘ社シムエイの原子炉設計は交換可能ポットボイラー設計を導入したハートルプール原子力発電所と共有している。CEGB は 資本費を減らすために2つの先行した発電所であるヒンクリーポイント B やハンターストンビートの設計と比較して弊社ム A やハートルプール発電所の原子炉施設域はコンパクトな設計を指定した。しかしこれによってアクセスが制限され工事が遅延、費用はより高額化した。この教訓から弊社ム B 発電所の原子炉施設域は 発電容量が同じであっても弊社無 A 発電所より面積が大きくなった。弊社ム B 建設は国家原子力会社として知られる協会によって実施され、1979年に建設が開始し、1988年には運転が始まった。発電容量は1250ムーで、最低でも2023年までは稼働を続けることが予定されている。 2号機の原子炉設計は、東熱原子力発電所と同様であり、原子炉設計の開発は、ヒンクリーポイント B 原子力発電所に使われた。原子炉は国家原子力会社が供給し、タービンはノーザンエンジニアリングインダストリーズが製造した。ありがとうございます。